訓練が行われたいわき市には全国の大規模災害に対応する土砂・風水害機動支援部隊に指定されているいわき市消防本部など浜通りを管轄する3つの消防本部が集まりました。作業半径は 2.6 メートル設定。じゃあまずカラーコーンを設定。連携強化などを目的に行われた県内初の合同訓練は男性が土石流に巻き込まれたという想定で行われ、隊員たちは連携の手順を確認しながら救助活動に当たっていました。安全管理、ゆっくり、ゆっくり、ゆっくりだ、ゆっくり。このような合同訓練、これを実施することで実際の災害の時にも連携、隊の連携や災害能力の強化もできると考えております。また訓練では重機を使用した際の安全管理上のルールや障害物を取り除いたり乗り越えたりする手順を確認しました。3つの消防本部は今回の訓練内容を踏まえながら今後も合同訓練を行っていくということです。